飛行士、絶対にエリオットを返してもらいます。フェアリー、今は悲しんでる場合。ってないわ。早くマナの女神様のところへ行きましょう。
残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。苦しいか。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。マナの木を守るという役目が不必要になった今、フェアリーも消滅する運命。古き女神の時はここに終わりを告げ、我ら魔族の新たな時代が始まる。この魔王も神をも超えた存在、黒の貴公子の名のもとに。そんなことさせない。あ、フェアリー。ああ、自然に消滅してしまうのを待たずに自ら進んで私に殺される死を選んだ。もはや希望がないことを悟ったようだな。さあ、お前たちもフェアリーのように潔く死を選びたまえ。この世はじきに魔界へと変わる。新しい世界、魔界にお前たちが住む場所などないのだ。ではそろそろ始めるとするか。新しく神となった私には忌まわしい思い出が染みついたこの体はふさわしくない。ローラントの王子の体に魂を移すのだ。そう、汚れた着物を脱ぎ捨てて新しい着物に着替えるように。その途中でお前たちは私の本当の姿を見るだろう。そして死ぬのだ。見よ、これが魔界と人間界と聖域三界の王の真の姿だ。体中を力が駆け巡る。さあ、新しい神の手によってお前たちを葬ってやろう。誰だ、クムシ。そこまでよ。たとえマナの木が枯れ、マナが失われようとも、私たちは決して諦めたりしない。最後の希望、聖剣の勇者たちがいる限り。マナが失われれば、私たち精霊は消える運命。でも、悲しくなんかない。みんなは、マナがなくても、きっと新しい世界を作っていける。さあ、立って。あなたたちの手で、未来を守るの。私たちは、姿が消えても、いつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。小賢しい真似を。だがマナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。終わったな。マナの剣は失われてない。あな
外には見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。ほう、面白い。やってもらおう。新たな神が希望などいかに愚かな幻想か思い知らせてくれよ。これが最後の戦いです。行きましょう。逃がさない。失わないでくれてありがとう。でも残念だけど、マナの木が枯れてしまい、
世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど、今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。リース、エリオットは戦いの間に私が助け出して最後の力でローランド城に送っておいたから、もう心配いらないよ。エリオットは無事だったのね。フェアリー、ありがとう。ううん、彼を助け出せたのもリースたちが頑張ったからだよ。気にしないで。私の体が完全に消えてしまう前に助け出せてよかった。そんな、行かないで。違うの、心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには千年以上かかるかもしれません。千年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで、世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ。さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。切り立っておる。お前はすぐ早とちりするからダメなのだ。もっと相手や情勢を冷静に見て行動せい。何を？お前はカールを殺してしまったと思い込んだようだが、これを見ろ。死を喰らう男の使った幻術によって仮死状態になっていただけだ。それをお前はよく確かめもせず埋めてしまいおって。
かわいそうに。後でわしが自ら掘り起こして助けてやったのだ。獣人よ、オイラあんたを誤解してた。ふん、構わん。むしろその方が好都合だったがな。お前は母親がいないせいか、子供の頃からすぐに弱さが表に出る。お前にはもっと強くなってもらわねばならん。お前は自分の母親は逃げていったと思い込んでいるようだが、本当はお前が幼い頃に病気で死んだんだ。だがそれを知らせないで怒りをわしに向けさせたかった。怒りや憎しみは力や強さを引き出すのに利用できるからな。だがそれは真の強さではない。真の強さはそれを超えたところにあるのだ。人間への復讐とかマナの剣とか、そんなことにはわしは関心がない。このビーストキングダムを建てたのもそれまでの獣人たちがあまりに情けなかったからだ。いつまでも人間たちに虐げられたことを根に持ち、うじうじしていても仕方がなかろう。人間界への侵攻はそんな獣人たちに勇気と希望を与えるための口実に過ぎん。だがようやく獣人たちも自信を持ち始め、なんとか自立することができたようだ。わしはな、弱い奴が許せんのだ。信じられるのは何事にもくじけない強い心と力だけだ。ケビンよ、お前もようやく自立への道を歩み始めたばかりだ。自分が信じる者のために戦え、ケビン。わかったよ、獣人よ。オイラ、これからも仲間たちと一緒にマナが失われたこの世界で未来に向かって戦い続ける。そして獣人よ、いつかあんたを超えてやる。それはどうかな。お前みたいなひよっこに負けるほど置いてはおらん。さあ行け、ケビンよ。カールとオイラ、これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなもカールと友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。どこへ行っていたの？ダメですよ、またホセの授業を抜け出してこんないたずらばかりしてちゃ。あなたは私の後を継いでアルテナ国の女王にならなければいけないんですから。あなたはなかなか魔法が覚えられなくてつらいからこういうことするのでしょうけど、焦っちゃダメよ。私いつもマナの女神様にお祈りをしてるのよ。
あなたが早く魔法を覚えられますようにって。お母様、お母様。あらあら、どうしたのアンジェラ。おかしな子ね。隣の方々はお友達？そんな恐ろしいことがあったのですか。私ともあろうものが何も覚えていないなんて。これでは女王失格ね。たとえ操られていたとはいえ、実の娘を殺そうとするなんて、なんて恐ろしいことなのでしょう。アンジェラ、私を許しておくれ。お母様、もういいの。お母様は断りの女王。みんなお母様を慕っています。もちろん私も。これからもアルテナの女王でいてください。ありがとうアンジェラ。様とお母様とても幸せそうだったよ。そして僕にこう言ったんだ。ローラントを元の王国に戻すためにお姉様を手助けしなさいって。いつまでもお姉様に甘えてばかりじゃいけないんだよね。僕頑張る。エリオット、ローラントを昔のような平和の王国に戻してみせます。そして仲間たちと一緒にマナで失われてしまったこの世界を。お父様、お母様、どうか見守っていてください。
ああ、ここはどこだ？どこなのだ？おお、そうか、この世界は。聖剣伝説3トライアルズオブマナ。